皆さんこんにちは。尾張旭市の行政情報をお届けする朝ちゃんの時間です。平成31年になってもう1ヶ月が過ぎました。早いですよね。尾張旭市の2月といえば、なんといっても生涯学習フェスティバルです。そこで今回の内容はこちらです。特集は生涯学習フェスティバル。その他市内で開催された催しやイベントなどを紹介する尾張旭あんなことこんなこと、第70回全国植樹祭に向けた取り組みなどを紹介する全国植樹祭だよりをお届けします。今回も盛りだくさんの内容ですよ。ぜひ最後までお楽しみに。生涯学習フェスティバルについて生涯学習科の中川さんにお話を伺いたいと思います。中川さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。中川さん、今年も生涯学習フェスティバルの季節がやってきましたね。はい、2月の16日の土曜日から3月の3日日曜日まで、市民の皆さんの日頃の学習成果の発表や学びのきっかけとなるような様々なイベントや催しが行われますよ。今年もバラエティ豊かな催しが揃っていますが、まずはメインイベントについて紹介します。はい、木と緑のフェスティバル、遊びの森にようこそですね。はい、このイベントは中央公民館が1日限定の遊びの森に変身して、気軽に参加体験できるワークショップが大集合するんですよ。2月17日日曜日の午前9時から正午まで開催します。ワークショップができるなんて楽しみですね。どんな体験ができるんでしょうか。はい、木の車作りや木製人形のペイント、押し花作り、グリーンマップ作りと缶バッチ作り、落ち葉を作った工作などが体験できます。木や花など緑に触れながら様々な体験ができるんですね。はい、そうなんです。このイベントのコンセプトは、遊びを通して親子で木や緑について学ぶことなんです。そうなんですね。親子で学べるなんて本当に素敵ですよね。吉川さんにはこの中から木製人形のペイントを体験してもらいますよ。本当ですか？楽しみです。地域環境活性化協議会の高橋さんにお越しいただきました。高橋さん、よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。いや、なんかすごい可愛い、もう木の人形並んでいますけど、これは、はい、まずこの木の素材なんですけども、はい、これはブナとそれから奈良、そういうもので、これが跳ねないように、はい、しっかりと絵が描けるような、色が乗るような、これ素材です。はい、水彩絵の具で塗っていくと。そうですね。だからこれを使って、そちらへ使いましてね、はい、ゆっくり慌てずにやっていただきたいと。色の具合、はい、調整、はい、でこの人の大体心の中とか読めますよ。お子さんの心の中身もちょっと垣間見れたりするということ。そうですね。素敵な作品が作れるように頑張りますよ。触ってれば分かるように、この木のぬくもりっていうのは最高にいいんですよ、体に。体にもいいんですね。体にいいですよ。すごく確かに触ってて優しい気持ちになりますね、木って。こういったものを通して、なんかこう子どもたちに伝えたいことってどんなことですか。汚くなると、はい、こう消すんです普通ね。だけどそういう時はね、そのままでいいよっていうと、それをまたアレンジしながらうまく作ってきますよ。そういう、その自分のね、今よくアクティブラーニングっていうのがありましてね、はい、アクティブラーニング、はい、自分の考えをそのまま出していくと、人にあれやれこれやれって言われる、そういうような時代じゃないから、だから間違ってもいいから自分の思った通りやりなさい。なるほど。ちょっと高橋さん、こんな、あ、もう結構です。これはね、どうですか。うまいですよ。ここ一緒に、なんかちょっとだけ、いいですよ。こんな感じに出来上がったんですけれども、どうでしょうか。いいです。ちょっとね、星をイメージしたんですけどね、ちょっと形が崩れてしまいましたが、いやいや、もう大丈夫ですか。十分、ね、意外と色もすぐつくんですね。水彩絵の具で、ね、はい、はい、いや、とっても楽しかったです。高橋さん、本当にどうもありがとうございました。いやいやいや、こちらこそありがとうございました。吉川さん、どうでしたか。はい、なんだか木のぬくもりを本当に感じることができて、またこの木とても可愛かったですし、また子どもたちの主体性、積極性を大事にされている話にとても感銘を受けたので、ぜひ私も自分の子どもを連れてきて一緒に体験したいなとすごく感じました。よかったです。はい、ありがとうございます。参加方法を教えていただけますか。はい、対象者はおおむね年中児から小学生までのお子さんです。
入場は自由ですが、木の車作りのみ整理券が必要になります。整理券は2月の5日火曜日から障害学習課で配布します。わかりました。そして障害学習フェスティバルはメインイベントだけじゃないんですよね。はい、もちろんです。他にもこんなにたくさんのイベントがあります。吉川さん、何か気になる催しはありますか？そうですね、たくさんありますけど、このインターナショナルクッキング、ブラジルの家庭料理っていうのはすごく気になります。そうなんですね、ぜひ参加してみてください。はい。ところで吉川さん、障害学習フェスティバルに参加するとき、一つ気をつけていただきたいことがあるんですが、何だか分かりますか？分からないです。教えてください。はい、障害学習フェスティバルは約2週間の期間に、さまざまな催しを行います。なので催しによっては開催日時や開催場所が異なるんです。そういえばそうでした。何のイベントがいつどこで行われるのか、ちゃんと調べておかないといけないですね。はい、広報尾張朝日の2月1日号と2月15日号に一覧表が載っていますよ。ぜひそちらもチェックしてください。皆さんも障害学習フェスティバルに参加して、生涯にわたって学んだり興味を持ったりできるものを見つけてみてください。わかりました。それでは問い合わせ先を教えてください。はい、問い合わせは中央公民館内障害学習課障害学習係、電話番号768181へお願いします。今回取り上げたメインイベント以外にも楽しい催しが盛りだくさんの障害学習フェスティバル、ご家族みんなで楽しめること間違いなしです。ぜひみんなで遊びに来てくださいね。中川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いては尾張朝日あんなことこんなことです。新成人の集い、1月13日日曜日、市内の3つの会場で新成人の集いが開催されました。各会場では華やかな振袖に身を包んだ女性やスーツや袴姿の男性が久しぶりに顔を合わせた同級生との再会を喜び合っていました。式典後には新成人の集い実行委員が企画したパーティーが行われ、友人や恩師と談笑したり写真撮影をしたりする姿も見られました。続いては全国植樹祭だよりです。2回目の今回は全国植樹祭100日前イベントについてご紹介します。日時は2月23日土曜日午前10時から午後0時30分まで、場所は今池西側の芝生広場です。このイベントでは市内の子どもたちを中心に描いてもらった絵を使って作成したみんなの絵で作るモザイクアート看板のお披露目式が行われます。気になるデザインがじゃん、こちらのイラストがみんなの絵でどんな風に仕上がるのか楽しみですよね。その他、森林公園内をポールを使ってウォーキングするノルディックウォーキングイベント、全国植樹祭当日に沿道に飾る木製のプランターカバーを作るプランターカバー作成イベント、軽食販売が行われます。ノルディックウォーキングイベントとプランターカバー作成イベントに参加するには事前に申し込みが必要です。対象者や申し込み方法はご覧の通りです。また全国植樹祭当日に沿道に飾る花を育ててくれる方を募集する花の里親募集もこのイベントから申し込みの受付を開始します。ぜひ参加してくださいね。皆さん、ぜひ一緒に全国植樹祭を盛り上げていきましょうね。さて、2月1日号の朝ちゃんはいかがでしたか？朝ちゃんはこちらの時間帯で放送しています。ぜひお好きな時間にご覧ください。次回2月15日号の朝ちゃんはおいでよ尾張朝日町案内です。ぜひそちらもお楽しみに。最後は朝ピーじゃんけんでお別れですよ。それではさようなら。朝ピーじゃんけんじゃんけんポン。次回もお楽しみに。